私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な兼業主婦だよ。今日は休日なので家族で軽く掃除をした後にダラダラ、ニャニャ丸が旦那に甘えてスリスリしているのを見ながら千秋と一緒にほっこりしていたんだけど、あるママさんから連絡が。ちょっとバカにすんじゃないわよ、どういうことなの。待ち合わせは10時なんだけど。なんで、なんで誰も来ないの。来たのは一人だけなんだけど。あやさん、待ち合わせって何の話。私、あやさんとは何も約束していないんだけど。はあ、してるでしょうが。今日は日帰り旅行の日よ。私が主催する旅行なのになんで人が来ないの。これ慰謝料ものだよね。てか逮捕されるんじゃないの。なあフォーナ、というか私誘われたけど断ったよね。断るとか無理だから、そんなのできないから。あんた小学生以下だね。今時子供だってそんな無茶苦茶なこと言わないよ。だっておかしいじゃない。この辺りのママたち旅行好きでみんなあちこち行ってるでしょ。せっかく私が誘ってやったのに来ないなんて頭おかしいじゃん。あのね、誰だってトラブルになりたくないんだよ。はあ？あやさん、いつもトラブル起こしてるよね。それもお金の。最近じゃ周りから人がどんどんいなくなって、ほのかさんくらいしかいないんじゃない。うざいうざいうざい。そうなの、ほのかしか来てないの。こいつと一緒に出かけるとかいつもと同じじゃん。つまらないし地味でキモいし。ねえ今すぐ来てよ。嫌だよ。仲良しママ同士でお出かけしてくればいいでしょ。ねえってば。水木とほのかの LINE。 水木さん、今すぐ来れませんか。今日お休みですよね。あやちゃんすごい怒ってるんです。あのね、私何度も行かないって断ったんだけど、他のママさんたちも同じだよ。皆さんの気持ちもわかります。でもあやちゃん本当は悪い子じゃないんですよ。ただ素直になれないだけなんです。本当はみんなと仲良くなりたいんです。仲良くなりたい人のやることじゃないよね。え？ランチとかお茶とか何癖つけてお金払わないでしょ、あの人。それで逃げたりして何度も問題になってるよね。それが仲良くなりたい人のやることなの。違うんです、あやちゃんは寂しがりなんですよ。ほのかさんがあやさんと仲良くするのは勝手だよ。でも正直私たちは子供関係以外で関わりたくないんだ。でもあやちゃんだって寂しくて。どこが寂しいの。え、あやさんにはお子さんもいるし旦那さんだっている。それにこの辺りのママには避けられてるけど、地元のめちゃくちゃなお友達集団とは仲いいでしょう。まあそうですけど。むしろほのかさんの方が寂しそうだよ。私ですか。私は、というかほのかさんのお子さんかな。ほのかさんがあやさんと付き合うようになって周りから人も減って、最近じゃお子さんよりもあやさんに構ってるんじゃない。優先順位違うでしょ。私、そういうことだから私たちは行かないよ。じゃあね。結局あやさんとほのかさんは二人で日帰り旅行へ。でもあやさんは終始イライラしてほのかさんを振り回していたみたい。その後もあやさんの粘着は続き、こちらもイライラ。私たちはみんなでショッピングモールに行くことになっていたんだけど、それにもついてこようとして家の前で待ち伏せするし、結局中止になっちゃったんだ。今日はリベンジする予定なんだけど。ねえ、今日ショッピングモール行くでしょ。もう分かってるんだよ。なんかみんなそわそわしてるしさ。あそこでしょ、隣町の話題になってるショッピングモール。私も行きたい。ってか行くから。勝手に一人で行けば。は？この間も私の主催した旅行に来なかったくせに、マジで最悪。今日のお出かけこそ便乗するからさ、一人500円ずつおごってね。うるせえよ。え、何よその言い方。水木さんには絶対に天罰が起こるんだからね。う、そのうは何、掛け声。違う、なんかお腹が変な音出したの。ギュルルルルルンみたいな。なんか悪いものでも食べたんじゃないの。なわけないじゃん。お肉が生焼けだったとかそういうのないの。うちは冷凍食品とか菓子パン出前ばっかりだし、生焼けとかさすがにないっしょ。あんた子供がいるのにどういう食生活してんの。仕方ないでしょ、私は料理が苦手なの。そういう問題じゃないよね。もううるさいな。何このお腹の痛さ。ああ、ギュルギュルする。トイレトイレ。
ずきさん、トイレ貸して。は？私、みずきさんの家の前にいるの、待ち伏せしてたの。ショッピングモール行くのに今日こそ便乗しようと思って。無理、立てない、トイレ立てない、お腹痛い、ギュー。うわ、でも無駄だよ。私もうとっくに外に出てるし。は？朝早くに外に出て娘と一緒に新しくできた図書館行ってきたんだ。これからみんなと合流してショッピングモール。うちの夫も今日は朝から同僚と電車でお出かけしてるからね。家にいるのは猫のねにゃまるだけかな。トイレ、ダメ、やばい。ちょっと人の家の前で粗相しないでよ。先に言っておくけど、にゃにゃまるは玄関開けられないからね。そんなのわかってるわよ。その後、あやさんからの連絡は来なかったよ。私たちは安心してショッピングモールに行き、お買い物を満喫。あやさんは真っ青な顔をして、なんかお尻を左右にクイックイッみたいな奇妙な動きをして歩いていたと目撃情報があったんだけど、なんか悪いものでも食べちゃったのかな。お腹が痛い、まだ痛い。ほのか、あんたのせいでしょ。私が？だって私変なもの食べてないし、今朝あんたの家で食べたものがおかしくなってたんでしょ。私言ったよ。え？冷蔵庫は勝手に開けないで、勝手に食べないでって。特に今日は冷蔵庫の中に和菓子があるから勝手に食べないでって言ったよ。それが悪くなってたの？痛い。どら焼きもお大福も何もかもない、勝手に食べたあやちゃんが悪いんだよ。ちょっとほのか、あんたなんかいつもと違くない？もういいよ、もうあやちゃんとの友達やめる。は？なんでよ。勝手に人の冷蔵庫にあったものを食べておいて、それで人のせいにする。もういい。待ちなさいよ、落ち着きなさい。が痛い。このままじゃ切れちゃうわよ。あの後、ほのかさんから聞いたんだけど、私たちがショッピングモールに行った日、朝一番にあやさんが家にやってきたんだって。そしてダメだって言ってるのに、ほのかさんが目を離した隙に冷蔵庫の中にあった和菓子を食べたらしいんだけど、そのほのかさん便秘がひどくて結構強めの薬をもらってるらしいの。ただ薬をそのまま飲むのが苦手だから手作り和菓子の中に入れた、そう言ってるんだけど、あやさんの性格を分かっていて冷蔵庫の中に入れておいたわけでしょ。いや、これなんかその、ほのかさんやったな。ちょっとほのか、あんた何なのよ。あやちゃん、どうしたの？あんたの家から持ってきたブランドの紙袋、中に箱入ってたから絶対にバッグだと思ったのに、なんで虫の形したおもちゃが入ってるの？もう家中パニックよ、最低最低。私の家から持ってきたって、私あやちゃんを入れてないけど。窓が開いてたからそこから取ったのよ。この間もらったハンバーグも中めっちゃ酸っぱいし。あんた何なの？夫にもお前変な飯作るなって言われたし。旦那さんにはあやちゃんの手作りだって言ってるの？別にそのくらいいいでしょ。というかどちらも勝手に持っていったものだよね。あやちゃん、もう私あやちゃんとはさよならするね。何言ってるの？なんかもう疲れちゃったな。最初はあやちゃんのことをなんとか助けたいって思ってたけど、違うんだよね、助けられたいのは私だったんだよ。は？ちょっとほなか頭大丈夫？離婚して両親はもう亡くなってるし、別れた夫は養育費も払わずとんずらして連絡取れないし、正社員で働きながら子供二人育てて本当に大変で、助けてほしかったけど誰にも言えなくて、なんでなのかわからないけど気づいたらあやちゃんを助けてた。待てよほのか、とりあえず落ち着いて。あやちゃんと仲良くなってからは周りからどんどん人いなくなって、それでどんどんあやちゃんに依存していって、子供よりあやちゃんを優先してるってある人に指摘されて、その通りだってびっくりした。意味わからないよね。だから落ち着けって。私も悪かったの、私があやちゃんをつけ上がらせたね。だからもうただの知人に戻ろう。待て、ごめん、お願い、待て、許して。ほのかがいなくなったら、ほのかがいないと、私本当のぼっちになっちゃうのよ。3ヶ月後。みずきさん、こんにちは。ほのかさん、こんにちは。
昨日はランチに呼んでくださってありがとうございました。おかげで他の人たちともお話できて楽しかったです。なんかほのかさん明るくなったよね。3ヶ月くらい前だっけ、あやさんがいきなり離婚して出て行った時は大変そうだったけど、あやちゃん、私が作った料理をよく持ち帰っていて、それを自分が作ったものだと旦那さんに食べさせていたらしいです。もともと飯まずなのに旦那さんのために頑張って作ったって嘘ついて。あら、旦那さん純粋な人なんですよね。あやちゃんが頑張ったって話をしたら信じていたみたいで、ママ友トラブルが多いのは我慢していたけど、自分まで裏切っていたのかと離婚になったそうです。そうなんだ。でも大丈夫です、子供同士は仲がいいしきっと大丈夫。そっか、それなら安心だね。はい。その後、離婚したあやさんは地元に戻ったんだけど、すぐに実家を追い出され、今はどこかの町で水商売をしてるって話だよ。ただ治安が悪い場所らしく、乱暴なお客様やきついママに日々怯え、自分のしたことをちょっとは反省しているらしいんだけど、実はあやさんの元旦那さんとほのかさんいい感じなんだ。お子さん同士も仲がいいし、この間は一緒にお出かけしていたみたい。こう言っちゃ悪いんだけど、本物の家族みたいだったよ。あやさんの元旦那さんが力仕事とかを手伝い、ほのかさんは掃除の手伝いやお惣菜なんかをお裾分けしているらしく、まさかこうなるとはね。今後どうなるのかわからないけど、あの雰囲気じゃいい方向に行きそうかな。さ、今日も庭をチェックチェック。庭に猫小屋を置いてから毎日庭のチェックが楽しみなんだよね。最近はご近所さんたちと一緒に猫小屋のリフォームしたり、こういうのが楽しいんだ。うちのニャニャ丸も元は保護猫、寒い冬をどこかで過ごしていたんだろうけど、よく頑張ったね。うちに来てくれて嬉しいよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。